次は問題はこの次だよ。大丈夫でしょ。あ、やっぱダメだ。わからない。ダメだ。じゃあ、これこのまま下がって引っ張ってけんから。あ、ダメだ。回転しねえんだ、タイヤが。はい、今日はユタに代わりまして、走行会に来まして、よく出てくる川本さんって方の WRX VAB の愛車紹介ということで、はい、姿が変わっちゃったということで、今日はお願いします。結構気合い入れて改造施したんで、ちょっと見てやってください。ユタさんの動画、今日ユタさんいないんですけれども、サン君にご紹介していただきたいなと思います。はい、見てやってください。どうぞ、はい、こちらです。でなんかすごいことになっちゃってますけど、そうですね、やっぱりちょっと焼きを入れて金属とかね、炭化してもうちょっと強度増そうかと思ったんですけど、ちょっとやりすぎた感じで入りすぎましたね。すごいことになっちゃってますよ、これちょっと。これカーボンネットなんだったんですけども、ちょっと焼きすぎた感じでこれふにゃふにゃになっちゃってカーボンモネとか、これ おそらくすごい、ね、この繊維体に悪そうですね。そうですね、すごいな。あんまさない方がいいな。ボンネットってね、はい、こうなっちゃうんですね。あれさっき消防の方にボンネットどこ行っちゃったんですかって言われたんですけども、これですって119番来ちゃいましたから、ね、全然いっぱい使っちゃいましたからね。申し訳ないですね。ここのところはバッテリーもね、バッテリーもしっかり生き残ってますね。はい、電気は来てるかもしれないですね。来てますね。はい、タービンここほらしっかり遮熱されてるんで、ここしっかりね、タービンがほら、あ、逆、本当だ、結構すごいっすね。タービンは多分生きてると思うんで、結構ここはで、タイヤも潰れちゃってるじゃない。はい、ブレーキの扁平がね、薄いんで21インチぐらい入ったみたいな感じになっちゃいましたね、これこのグラデーションかかっちゃった。はい、マフラーじゃないんで、ここグラデーションしてない。かっこよくなってるんで、ね、中もどうですか。中もどうですか。はい、非常にきつい。もうどうですか、やけどの跡が痛々しい感じもありますけども、ね、まあ、痛々しい感じしかないですけど。そうですね、これは見てもらえれば参考になるんじゃないかと思って、みんなで見てもらうことがこいつの供養になる。はい、オーナーさんもそうおっしゃってるんで、あんまり落ち込んでてもしょうがないですから。大丈夫です、メンタルは最高です。はい、いや、もうどうぞ。ちなみに非常に臭いです。確かに、うん、なってます。すごく体に悪そうな匂いでございます、これ。いや、ひどい。でルーフも、はい、ルーフもここ、うん、ラッピングされてたということで、ルーフ、うんうんうん、ラッピングもまあこうなっちゃうということですね。で、まあ後ろは消火器まみれと。で、うるさいっていうことで、サイレンサーではなくて、まあちょっと失敗されちゃったということで、まあご本人はサイレンサーだって言い張るんですけど、まあ、僕にはそうは見えないんですけども、はい。音量規制がここからかかるみたいな。片側ちょっとサイレンサー入れさせていただいて、右1本出しで右1本出してます。車に悪そうですね、はい、で不思議なことに、ここはなんで割れちゃってるんですかね。ここはまあで、なんでバンバンも
コースアウトしてバンパーも取れちゃったんですかね。いや、下からフック引っ掛けるためにですね。ああ、引っ張ったと無理やり引っ張ったからですね。はい、いいっすか。そう。うわ。ここももう。いらないもん詰め込んで、そのまま運んでもらいます。ここもグラデーションがバルブもそうですね、いい感じで残っちゃってますね、これは、ね、なるほど、ちょっと焼きが入りすぎて、ガラスもね、こうやって触るとこれ非常に危ないんでね、ない方がでも涼しいかなとは思ったんですけど、確かに涼しいことは間違いない、涼しすぎちゃうかもしれないですね。なるほど、やりすぎるとやっぱこうなるってことで、ね、皆さん本当にね、注意していただいて、走行は注意していただいて開発していきたいなと。そうですね。思いますからね、カン君もね。そうですね。自分も含めてちょっと気をつけなきゃいけない。ユタも含めて。そうですね。これがやっぱサーキットシーズンになるかと思いますんで。一つのミスが本人につながりかねないということで。僕、はい、相手のちょっとね、違法改造ちょっとしすぎちゃってこうなって。違法改造の形がこうなっちゃった。なるほど。バチが当たったらそうですね。なるほど。皆さんもくれぐれ気をつけていただいて。はい。とにかくで、なんていうか、ショックがない、あのとにかくね、お怪我がなかったよかったんですけど、怪我は全然全く、まあ、ことの状況でいうと、まあ、ちょっと突っ込んじゃったんですよね、もともと使って、そこから多分、まあ、オイルラインから変化してって形なので、うん、けど、これでは本当に大丈夫なので、この辺にご心配はなく、でとにかく火が出たら、初期消火が重要なので、はい、今日はね、ちょっと、消防来るのに、ああ、結構まあまあ、それはね、いい感じで、いただいて、いただいて、疲れました。皆さんの評価に。そうですね、そうですね、皆さんの。なので、早い判断が必要ってことは言いますね。そうですね、うん。とにかく。で、できれば消火器も積んでた方が、そうですね。本当はいいのかもしれないですね。もういい感じですね。まあ、とにかくくれぐれも皆さんも、はい、サーキットを走られる方、常にこういうリスクがあるということなので、はい、気をつけていただきたいなと思うところでございます。謎は1個休みですか？はい。来るときあったのに、帰るときなかったものは何だ？事故車ですか？いや、まあ、ほぼ正解です。正解です。車です。あ、車。なるほど。食い物もなくなりますけどね。食い物もなくなりますね。結構いっぱいある気がする。本当に人だけ車なくなっちゃったけどね。はい、今日はなんとか私がお送りして、はい、軽自動車にいっぱい積んできましたね、荷物。そうですね。それでは、安全に帰る。失礼します。失礼します。